ちは、ティッチャンネルの富田哲です。今日は、ちょっと、外で、少しだけ運動しようかなと思って、近くの公園にやってきております。意外とね、でも、車が、5台ぐらい今のところあるんですよね。で、午後から雨予報なんで、できるだけ人に接触しないように、やっても20分、15分とかくらい、ちょっと運動して帰りたいと思います。はい。で、今日は何をやるかと言いますと、僕、小学校と中学校と、一応サッカーをやっておりまして、リフティングを、今日はやろうかなと思います。ちょっと、ボールもなんか空気のめっちゃ抜けた、ちょっと、これちっちゃいのかな？外用ではあるんですけど、ちっちゃめのボールで、リフティング。あんま最近何回とかって数えたことないので、ちょっとどれだけできるのかやってみたいと思います。はい。やばらしんと、してこれ、べっこべこになっちゃった。空気がない。
入りました。